主にあっててけまましておめでとうございます新しい年がスタートいたしまして、きょうは元旦の礼拝でございます、えー。今日読んでいただきました箇所の五節を見ていただきますと、えー、なぜなら、私たちの福音があなた方に伝えられたとき、それは言葉だけによらず、力と精霊と強い確信とによったからである。 っていうこのみ、えー、言葉が、えー、私たちの、まあ、属している日本イエス・キリスト教団の、えー、今年の、えー、この、まあ、聖句なんですねそしてその標語が「聖、えー、霊による前進」と言っていますで特にあの後半に、えー「それは言葉だけによらず力と聖霊と強い確信とによったからである」ってここから来るわけですね まあ言葉だけよく言われますね、お前は言葉だけじゃないかです、ね、いいこと言ってんだけども、結局は、まあ、この何もできなかった、またいつの間にか亡くなってちゃ亡くなってしまったということだと思いますけども、そうではないと、前進していく、それが継続できるというときに、えっと、力と精霊と強い確信とによったから、 言葉だけに終わらなかった、えー、お題目でいいこと言ったんだけど、えーね、亡くなってしまったのではなくていろんな困難の中に前進できたということになるわけですねで私たちもやはりこの1年、まあ、神様がある意味ではこう区切りをつけてくださったわけですからほとんどの方はあの継続していることっていうのはそのまま継続していくと思うんですよね。 全く新しくスタートっていうのはあんまりないかもしれませんいやいやそんなことありませんよとこの年大きなことが控えてますとかね全くガラッと私の人生変わるようなことが、まあ、予測されますという方もいらっしゃると思いますまあ両方あると思うんですね特にまあ新しいことを始めたいとか新しいことをスタートという時にですねなおさらまあそのことが本当に 必要なことなのか、意義あることなのか、またどんな困難なことがあっても、そのことを進めていく必要があるのかということは、非常に大事なことだと思います。で、そういうときに、やはりこの、その力ですね、その動力となるものが何かということになります、えー。自分がしたいからする、自分がこうやりたいからする、それもよろしいと思います。 ところがその自分がしたいからいいことなんですけども下手をすると自己中心になったりまた自分さえ良ければいい周囲のことなんかをお構えないととにかく自分はやりたいからやるんだですね自分が好きだからやるんだ何が悪いんだっていうふうになるわけですねあとはこっちの方が多いかもしれませんが周囲からですね周りから必要に迫られてとか その環境に入ったならば有無も言わさず、それをしなきゃいけない。こっちの方が圧倒的に私たちは多いと思うんですね。ですから、ある意味ではやむを得ず。ある意味では押し付けられて。っていうことになるわけです。でその時やっぱり辛い苦しいですね。中も自分がなくなってしまう。単に機械のように。動いてるだけとか。ある意味では利用されただけ。 とか騙されただけです、ね、一生懸命やったんだけども、最後残ったものは何もないっていうね、ある意味は自分が失われてしまったというようなことも起こりうるわけです、ですから、自分がしたいこと、それもよろしいでしょう、また、必要に迫られて、周りから、うんまあ、迫られてしなければいけないこともあります。 でもそういう中で今日の「聖霊による前進」っていうのは聖霊っていう言葉をもっと分かりやすく置き換えるならば神による前進っていうことなんですね。神様によってスタートをしそして神様によって前進するっていう時に私たちは今日のお言葉のように言葉だけによらないで力と聖霊と強い確信によってそれが前進していく。 これは、えー、個人もそうだし、まあ、皆さんの、まあ、社会的なお仕事もそうですしそしてここで中心的に言っているのはこれは宣教の働き教会の働きが中心なんですね一番あの大事なことだったんですね教会の働きというのは今言ったように自分がしたいからとかやりたいからとか必要に迫られてとていうんじゃなくて精霊によって前進していく神様によって 進んでいいくととうことが大事なことだじゃあそれは狭く教会だけのことなのかっていうともっと広く今申し上げたように自分自身の人生そして自分自身の仕事生活の中にももちろん自分でしたいことを周りから「あなたやってくださいね」と言われることでそれで終わらないでやっぱり神様によって進んでいく神によって前進していくっていうことが 必要なんだその時にその前者の二つ自分のこととか周囲のことっていうのはいろんなことがあったとしてもですねまたつらいことがあったとしてもやっぱり神様によって確信が与えられて前進するっていう時にやはりこう進んでいくことができるということは本当に幸いなことでありまた確かなことだと思いますねそれがこのお言葉の中にまあ含まれているわけでございますでその時に このもうちょっとこを具体的に言うとということを少しお話をするとすれば、これはです、ね、テサロニー家人への手紙ですから、テサロニー家の教会の人に宛てたということは、テサロニー家の教会でどうなったのかというと、開ける方は開いていただきますが、210ページ、新約聖書の210ページの、この使徒行伝の16 17章というところがあるんですけども、 でこの手紙を受け取った相手というのはどうだったのかというとこの17章の1節下の段がございますが一行はアンピポリスとアポロニアを通ってテサロニケに行った出てきましたよね、テサロニケでここにユダヤ人の街道があったパウロは例によってその街道に入って3つの安息日にわたり聖書に基づいて彼らと論じキリストは必ず苦難を受け そして死人の中からよみがえ,よみがえるべきことまた私があなた方に伝えているこのイエスこそはキリストであるということを説明もし論証もしたっていうここなんです、えー、パウロがテサロニケの町に行ったでこのテサロニケの町に行く前にパウロはいろんな困難をあの経験しているわけです アアジアからヨーロッパに渡った。でそのときに、ピリピという町で、えー、ご婦人が救われた、ででもう一つはです、ね、この占い師の女の人です、ね、つきまとってるので、占い師の女の人の中に入っていた悪霊を追い出した、ところがです、ね、その占い師の、まああ、なんですかね、その、 雇っていた主人がカンカンに怒って、じゃあ、占いができなくなったじゃないかって言って、ですねそれでパオロを当局に訴えたわけです。こいつはとんでもないことをやってる。まあ、ある意味は濡れぎぬですよね。そして、牢屋にぶち込まれてしまった。で、ぶち込まれてしまったときに、鞭を打たれてですね、そして牢屋にぶち込まれた、とんでもない話です。だけれども、神様の不思議な奇跡によって、 その地震が起こってそしてローから解放されたえー、そんな不思議なことがあるのまた、えー、映画を見てるような場面がこう次々映るわけですね、えー、そして、えー、この今申し上げたそのピリピの町から今度はテサロニー家の町に移ったわけです何を言いたいかというとこのテサロニー家に来る前にいろんなびっくりするような困難なことをパウロが経験していた せっかく神を信じイエス・キリストのことを伝えていった確かに信じた人もいたんだけども逆のこと迫害困難それも自分もですねむ打たれるというのはですねとんでもないことが起こったむしろ困難の方が大きかったという中でこの十七章のテサロニケの町に来たに、えっときに3週にわたって聖書からイエス・キリストのことを伝えた。 でそこからキリスト教会ができた。ええー、ってこれもびっくりするようなことなんですね。皆さんこの横浜エコ教会が3回の日,日曜礼拝3回の日曜礼拝で、えー、イエス様のお話をしたらもうその後教会ができた。 いや教会ができるというのはやっぱり献金も要りますよねいろんな支援も要りますよねそして信仰を持ったとはいえですねやっぱり何も分かりませんからいろんなことを準備しないと勉強しないとやっぱり教会ってできませんよねというのは大体普通なんですよねところがそれをはるかに飛び越えていっぺんに三週それも御言葉を伝えたイエス様のことを伝えて,そしてイエス様のことを信じたということでボーンと教会ができちゃったという話なんです。 ここなんです。で、ボーンと教会ができちゃったそれほどね素晴らしい教会であればあとはすいすい行くでしょうねだって幸先いいわけですよね神様の奇跡的なことによって教会がスタートしたわけですからでその神の奇跡的なことっていうのは精霊の働きなんですけども人間が勝手にねみんな頑張ってやろうよ一生懸命やろうよって言ったんじゃなくて。 精霊が働いて神様の働きとしてその教会がスタートしたでこの教会の人たちに対してパウロはこの手紙を書いてるわけですテサロニ人へのの第一の手紙まあ私たちもまあ今申し上げたようにいろんなことはあったけどもで私たちにとっては幸先いいというかまあなんか神様が働いてくださってなんかよかったよね うまくいったよねっていうようなことがあるかもしれませんあるでしょうあってほしいですねだけれどもその先待っているものはやはりいろんな困難や迫害があるということなのでありますパウロはそのことを先取りして いやもうすでにこのテサロニケの教会の人たちは何らかの苦難を経験しているその人たちに対するその励ましの手紙がこの手紙なんでありますね。私たちもこの1年スタートしました世の中の初詣というのはですね神様いいことありますようにってパンパンと手を割らしてじゃらじゃら あるはですね、そしてまあ終わってそしてもうまあ忘れてっていう話だと思いますね、まあ、ある意味は私たちもこのこの教会にこの新、えっと、元旦礼拝来たっていうのはやっぱり神様にという部分があるから来ているその時に神様にお祈りをする初詣ではございませんけどいやひょっとしたらキリスト教の初詣かもしれませんよね ちょっと誤解されるような言葉かもしれませんけどもでもその時に神様に祈るお願いするっていう時にどういうことを祈りお願いしどういうことを期待したらいいのかっていうことがまあ今日のことなのでございますで第1点目は今日3つのポイントあるんですけども「御言葉によって前進すること,と」とそして「信仰」と「祈り」によって前進することそして「 困難,困難の中にあっても前進できるということが今日のお話のポイントです。「精霊による前進」言葉を分かりやすくならば神様によって前進するスタートをしそしてスタートをしてどっかでポシャるんではなくてそのスタートがなおも継続する秘訣というのはそれは神によって精霊によってだということですよね。 それはテサロニケのの教会の人たた。ちも経験しただけどもそのあと前も先も特にパオロ先生は困難というただの中にありながら継続していったその秘訣とは何かそれは精霊によっていや精霊によって神様によってと言われても抽象的でよくわからないんですということになればもうちょっとわかりやすくすると見言葉によって前進していく。 さっき申し上げたテサロニキの教会が三週の礼拝でボーンと教会ができた。なぜできたのかというと、そこにはっきりと書いてますよね。聖書に基づいて彼らと論じ、キリストは必ず苦難を受け、そして死人の中が蘇るべきことを説明もし、論証した。私たちがあなた方に伝えているこのイエスこそがキリストであるということを伝えた。聖書によって、 キリストを伝えたここなんですね聖書によってキリストを伝えた時に神が働いてくださった私たちもやはりこの新しい年ある意味ではけじめですよねもう一度私たちの持っている聖書御言葉を神の言葉として信じてスタートする。 そして聖書っていうのは何が書いてあるかっていうとテソナニケの人たちが信じたように、えー、このイエスこそはキリストであるイエスキリストのことが書かれてあるまあ当然といえば当然でありますねこれ一番大事な部分御言葉によってイエスキリストを信じる信仰をもって前進する。 難しいことでも何でももありませんね私たちの持っているこの聖書、御言葉そして御言葉によってイエス・キリストを信じて信頼してスタートしていくでその時にあのテサロニケの教会の人たちと同じように話し合ってとかやろうよやろうよも,もちろん大事ですよね。相談したり 自分の中にやろうよという意思があるということももちろん大事なんですけどもそれ以上に神が働いてくださるということが起こる教会もそうですねやっぱりイエス・キリストを信じるという中に何かが生まれてくるイエス様の木に何かをしてもやっぱりいつの間にか自分がとか誰かとかですねそれはやはりひいては私たち自身の人生もそうだと思いますねいろんなことがあります でも神様によってスタートしている聖書によってイエス・キリストを信じることによってスタートしていくっていう時にやっぱり神様のご計画があるそして神様が責任を取って、まあ、最後まで導いてくださるというねそういう確信に至るということでありますで2番目は精霊が働く神様が働くっていう時に神様は 誰にでも働いてくださる神ですよね。精霊は誰にでも働いてくださる。ですから私たちは精霊によって神様が分かりイエス様が分かり罪が分かり救われた精霊によらなければ誰もイエスは主であるということを言うことはできないとあるように精霊によってイエス様を信じたいや私ちょっとね賢いから頭がいいからいや私はちょっとね教養があるからとかね。 いやまあ、人格的に立派だから信じたじゃないですねむしろ逆ですよねむしろ逆だから信じたで逆の人間がどうして信じられたかっていうともう本当に自分の信仰じゃない精霊が示,示してくださって今申し上げたようにあのイエス様のことを示してくださったから、まあ、信じることができた信じさせていただいた。 でその時に私たちはその信仰とあとは信じてるからお祈りをするわけです信じてるからお祈りをする信仰とお祈りっていうのは絶対に両輪なんですね信じてない人はお祈りをしないお祈りができるどんな、えー、ねなんていうかちっちゃなというかうまあちょっとしょぼくれたお祈りかなと自分は思ってても祈れること自体精霊が働いてくださってるからですねでその時に だったらどういう祈りをしたらいいの新年のスタート、ね、キリスト教の初詣だとしたら、えー、神様、いいことありますように、儲かりますように、まあ、病気もしないように、家内安全、商売繁盛、まあ、それもですね悪くはないんですね悪、悪くはない。神様は祝福として与えてくださることもあるわけです。だけど、それだけだったら別に教会に行かなくなって、いろんなところでそれを売り物にしてね。 こういうご利益がありますよっていっぱいあるわけですから、そっちの方でもまあ、いいといえばいいわけですね。じゃあ、私たちは何を祈るのかっていうと、今日のあの御言葉の中に入っているんです、この2節な,2節なんです。私たちは祈りのときに、あ本当だ、お祈りがあるなってことでしょ、わかりますか。ページ テサラニケ第一の手紙の一章の二節、今日の見言葉の最初の方です。私たちは祈りの時にあなた方を覚え、あなた方一同のことをいつも神に感謝し、あなた方の信仰の働きと愛の老婦と、私たちの主イエス・キリストに対する望みの忍耐と、私たちの父なる神の御前に絶えず思い起こしている。これも素晴らしい言葉なんですね。 あるみは神様がくださったお正月のお年玉の御言葉としても受け取れるぐらいの素晴らしい言葉ですそして私たちが何をお祈りしたらいいのっていうことがはっきりと書いています祈りの時にそしていつもこのことを感謝してそして、えーね、絶えず思い起こして祈ってくださいと言ってますよね じゃあなた方の信仰の働きそして2番目は愛の老苦3番目は私たちの主イエス・キリストに対する望みの忍耐ここに入るわけです信仰があるから働くことができるわけですこれは、 社会もそうですね、皆さんがどこかで働くっていうのは、その会社とか何か、働いて何かが生まれることを信じてるから、信頼してるから働きますよね。信仰、信頼がなければ働くっていうことは無意味になります。一生懸命やってることがね、ね、信頼できない、信仰で、まあ、信頼できない、やってること何なの 信じてるから働ける。信じてるから一生懸命働ける。じゃあこの信仰、世の中であれば会社ですよね、仕事、これはちゃんとものになるということを信じてるからしている。私たちは、まあそ,のそういうこともありますけども、神を信頼している。神様を信頼してるから働ける。もし神様への信頼がスパンと切れてなくなったとしたら、ただ働くだけだったらまさに奴隷ですよね。 ねばならぬ。ね。怠けたら鞭打たれる。あは,はなんじゃこれは。じゃない。信じてるから働ける。ですね。信仰の働き。だから、働くことと信仰っていうのは、ここでセットになってますね。二番目は、愛の老婦。これも分かりやすいと思いますよね。なぜ苦労、苦労が苦労と思えないのか。愛してるから。親は子供を、ね。どうして。じゃあ、その、 ね、育てたことを金銭計算でねこうなんです死なませんよねはい愛してるからこれはまあ親子関係だけではなくてもそうですよね愛してるからローすることができるその時に愛っていうことがなければまたロー苦,苦労することがもうばかばかしいですよねなんで私一人こんなね貧乏くじ引いたような私だけ苦労するのって発想になりますから。 愛ががあるるるからロークすることができるそして最後は望みの忍耐希望があるから忍耐できるそしてその希望も曖昧な希望ではなくて私たちの主イエス・キリストに対する望みの忍耐ですイエス・キリストに対する望みイエス・キリストを望む希望するこれはイエス様の再臨、そして天国なんですね神の国 私たちがイエス・キリストを信じて最後は天国に行く最後はイエス様の再臨によってイエス様にお出会いするというその望みがあるから具体的にも自分の人生の結末自分の人生の最後はイエス様というその希望があるから今忍耐することができる。でこれは 私たちは信仰上もそうだし社会生活上も確かにそうですよね信仰があるから働くことができる信頼があるから働くことができる愛があるから苦労も苦労と厭わないそして、えー、希望があるから忍耐できる希望があるから忍耐できるでそのことをここであわ分かりましたそうですよねあいいこと言ってますよね っていう、ここで思うだけじゃなくて、やっぱり祈らなきゃいけないんです。ここなんです。祈る。私も忘れてしまう。説教者である私もですね、ここで本当にそうだなと心から思ってるわけですが、思ってても時間が経つと悲しいかな忘れちゃうんですよね。で、忘れちゃうから、祈りの時に、このことを覚えて、絶えず思い起こして、 神の前にね私たちの父なる神の御前でということはお祈りですよね神様に対してこのことを祈っていくということなんですこれが精霊が働いている証拠精霊による前進そして精霊っていう方をやっぱり私たちは祈って信頼して祈って受け止めて自分のものとしていくというかね生かされていくということになるわけでございます。 はい、で3番目は、えっと、か難の中でも前進する、最初の方で、このテサロニケの人たちのか難いや、もっと言うと、パウロ先生がそのか難の連続の中で、そして普通であれば、あもう、もう嫌になっちゃう、むちも打たれるしね、もうボロボロずたずたになるし、そういう中で、 決してなんか歯をくしばってやってたのではないですね。そのような観難の中でなぜ前進できたのか、私たちもパウロ先生ほどではなくても多くの観難の中で前進していかなければなりません。で、それが、えー、っと、この6節に出てきます。そしてあなた方は多くの観難の中で 精霊による喜びを持って御言葉を受け入れ私たちと首都に習うものとなりでこうしてマケドニア赤野党にいる信者たちの全体の模範となりすなわち主の言葉があなた方の中から出てマケドニアと赤野党に響き渡っているばかりではなくいた至るところで神に対するあなた方の信仰のこと,信仰のことが言い広められてこれについて何も述べる必要はないほどである。 ある一人の人が苦難の中で本当にこう今言ったようにですね信仰と愛と希望と思って本当に生きていく姿っていうのは周りにも影響するっていうことなんですよねテサロニケの人たちがその,の中で生きている信仰生活を送っていくときにそれが反響して響き渡ってマケドニア、アカヤそして他の人たちにもねあ、本当に あのような生き方ができるんだっていう形でわーっと広がっていくということをここで言ってるわけです。その時に、この多くの患難の中で。なぜ。それができたのか。聖霊による喜びをもって御言葉を受け入れ。これはもう申し上げましたよね。聖霊による喜びをもって御言葉を受け入れ、やっぱり一番最初に申し上げた御言葉。 神様の言葉によってスタートしているイエス・キリストによって救われてそしてスタートしたでそしてスタートして私たちと首都に倣う者となった習う者ちょうどこれは今あの新年ですから書き初めありますよねお習字の時に、えっと 私はすごい字があの悪質なんでございますがそれは何かっていうとちゃんと習字のことをしなかったからです。で習字の時にもう遊び半分でやってたそうじゃないですねやっぱりその習字の先生にちゃんとこう手ほどきを受けてこうやってこう,こう書くんだよつまり自己流ではないですよね。でそういう中で字が上手になってある時からもうその習字の先生の手はいらない自分も習字の先生と同じようにこうきれいなね 習字をかけることができるこれが習ううという意味ですつまり信じてお従いする信じてその通りにしていく決して自己流ではないイエス様を信じてイエス様がおっしゃる通りにこうやってみるという中でその多くの観難の中でも喜びを持って御言葉を信じてそして主に信じてそして信じて。 主にに従っててその通りにね生ききいくこことととができるということでるうございます今日は「聖霊による前進神様による前進」私たちはこの2016年再スタートまた新スタートどちらにしても新しいスタートですねでその時に聖霊によって神様によって前進していく。 1>, 1番目は、御言葉によって前進する2番目は、信仰と祈りによって前進する3番目は、えー、苦難の中、患難の中にあっても前進できるということでございます。お祈りをいたします。それは言葉だけによらず、力と精霊と強い確信とによったのである。神様私たちは2016年 今日からスタートいたしますあなたはそこにふさわしいお言葉を持って、私たちを励まし、強め、導いてくださったことを感謝いたします。さあ、自分がということも必要です。またいろいろ人から頼まれて、迫られてやることもたくさんありますが、そういう中に私たちは今日聖精霊による前進、神様によって前進するということを、みことばによって示していただき、ありがとうございます。精霊が 私たち望むときに、このテサラニケの教会の人たちのように、大胆に力強く歩むことができることを心から感謝いたします。あなたを信じて、またお従いしていきますので、この1年、導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン